ゴー、ダッシュダッシュ、何乗りじゃ、こっちじゃ。なんでそんな悲しそうな顔してるんだい君は。そこ行ったな。よし行くぜ。おっと、もう来た。校長、島巡りの証、ノーマル Z に格闘 Z、 どうやら今の試験も原の大試練も達成したようだ。おめでとう。いやいや、はじめまして。我が名はナリア王キド。主ポケモンも調べておるポケモン研究家です。主ポケモン、なぜ大きいのか、何故オラをまとうのか、君も気にはなりませんかな。なります。気になりやみたいな。ではいいことを教えよう。主ポケモンのようなポケモンがもらえるシール。ズバリ、主色を集めるのです。あちこちにあります。剥がして集めてください。20枚集めればラッタを譲りしますよと。福井博士からロトムを託されたトレーナーの集約に。やって、私はマンタインサーフで行けるアーカラ島カンタイビーチにいますから、会いに来てください。もう出てきた。いやー、あ、いるね。この子供増えてね。知ってる、トレーナースクールでおまけ出るんだって。夜にスクール行かなくなっちゃった。誰か解決。ちょっとフラグ立ったけど、夜でしょ今。夜だけどゲーム内の夜なのか、その辺困るよね。ちょっとハウ待ってて行ってくるわ。あれ、道間違えたって思ったら裏道があった。あー、でもまだ波乗りないからいけねえ。いや、敵出る。アイズバッチ上にやる。9か、無理だな。舌で舐めるでうまいことダメージが残ったら捕まえてあげよう。はい、ダメ。画面早い、確信。めちゃくちゃ早い。やべ、酔いそう。おこの前後運動、気持ちが悪くなってくる。おろろろろろおろおろろ、ルローニケンシンになっちゃう。スクール、今お化けが出るって聞いたんですけど。特にセリフは変わっていない。新しい NPC が増えてるわけじゃないみたいだから、あれだな、普通にとりあえず夜に来ないと分かんないや。夜、実質昼。なぜならゲームの時間が12時間ずれてるからね。新しい NPC が立ったりしていないから。今気づいたんだけど、そこアイテム取り漏れてんな。毒消し、まあ、いらないけど。あ、百葉箱がある。百君、知ってるか、百葉箱の中にはな、ゾンビとかが攻めてきた時用の武器が隠されているんだ、ね、だからね、みんな危険が訪れたら百葉箱を調べて武器を手に入れて戦うんだぞ。ダッシュ、今事故ったね。大丈夫、バレてない。
ここ開いたかな、そういや。お、開いてる。前もここ来たのクリア後だったな。ショッピングモールへようこそ。迷う。お土産買うのかな。モテる道具は一つなのに、ポスターの裏にボタンなんてないわね。初代ポケモンだっけ、ポスターの裏にボタンがあって、マグマ団の、マグマ団じゃねえ、ロケット団のアジトに行けたやつ。ちなみに得意は滅びの歌じゃ。お前ジャイアン、ピカチュウ、ピカチュウ。ライドできるポケモンはどこかの牧場から送られるんだって。いや、ライドポケモンキャンペーン開催中です。見てく、せっかくだから。エクサイティング&ドライビング、バリバリのライドライフをあなたへ。アローラカンクプレゼンツアローラライドショー、レッツスタート。まずケンタロスさん、パシャパシャパシャ、ふももー、高さ 1.4m、 重さ 88.4kg、 アクティブ&セクシーなボディに岩も暮らしするパワー、ヤセハライダーからの圧倒的レコメンド佐藤のポケモンです。バシャバシャ、続けてみますか。はい。でもポケモン GO すると高さも重さも変わるからな。バンバポケモン、バンバドロー、パコロー。高さ 2.5m、 重さ 920kg、ワイルド&タフネスな走り、バッドロードも完全制覇、マッチョなライダーもご機嫌なパワフルな走り、いいポケモンです。パシャパシャ、はい、怪力ポケモンの怪力。あっと、山男ムギムギ、せやせやせや、 1.6m、 130kg、ウォーミング&ダンディーな走りで障害物を難なくプッシュ、人肌さび、恋しいライダーを最高の時間にスプーとする。これでアローラライドショーは終了となります。よろしく。こうやって見るとね、カイリキーはね、あ、スーパーボールもらった、ラッキー。カイリキーよりザンギエフの方がごついっていうね。5個ももらった。やった。3000円じゃねえかよ。すぐ金に換えるのやめろ。ああ、そうか、ここのイベントバトルか。うわあ。これめんどくせえんだよな。なんて恐ろしい店なんだ。優雅な食事を期待してならやめた方がいいぜ。はい、バドルバイキングね。満足まで申し上がってください。料理のトレーナーった場合、ポケモン勝負で勝ち取るんですよ、と。あ、いいです。これ結構だるかった覚えがある。前はクリア後に来たんだよな。お土産や。怖いトレーナーのために残りの人生を捧げておるのじゃ、と。覚えさせて構わんか。シマキングからもらったポケモン連れてる、と。ああ。特別な合体技を教えてあげるよ、と。もう懐いてる。お、覚えられる。まだ懐ききってないよね。そんな、こんなにも長い間冒険したのに。混合玉、白玉、白金玉、紅色玉、いりません。一般の方には用のない珍品しかないね。金の無駄にならんように気をつけるんじゃよ。ポケモンが丸ごと入って、でも可愛らしいバッグないの。それ持ってるの、持ってる人知ってるわ。ああ足元のおしゃれにこだわりな、靴がピカピカだとかっこいいだろ。いらっしゃいまーし。おっとおっとおっと、子供が買える値段じゃねえぞ。シャツ1枚に49,500円だと。ただの布だぜ。ぼったくりもいいところじゃねえか。これさ、何が違うのか分かんねえよ今の音。 LR か、回したかったら。うわー、これはちょっと恥ずかしいね。まあまだ11歳だからいいんだけど、
こんなの光源氏とかビーズの稲葉さんしか許されないよ。大人になって履こうと思ったら。うわあ、ジャラブレスト。うわあ、光源氏にしか許されないような。いくらすんのこれ。靴下。40万。50万。ぼったくり。子供には買えません。まあ、靴、うん、40万円、50万、50万、40万、40万ぐらい。え、ちょっと高すぎだって。おっと、ちょ、37万8千円。どこのブランド品でもそんなしねえよ。シャネルやグッチでもそんなしねえだろ。ぼったくりもいいところすぎるよ。あ、高っ。おお、グラさん、グラさん、サマキさん。ああ、それから考えるとちょっとリアル。でも動画入ってないなら高いよね。はい、買えません。子供のお小遣いで買える店じゃないです。こっちは？ああ、グラシデアの花。大切なものなんだ。とあるポケモンに使うと何かが起きるのだよ。何のポケモンか知らないけどね。アローラの眩しい日差し、サングラス必要かしら。ここのサングラスぼったくりだからやめた方がいいと思います。あ、一周してきた。一回ぐらいはやっとくか、せっかく来たんだし。行くぜ。食事をしよう。食事1200円、結構高。いや、ランチなら1000円ぐらいで。バイキングのスタートです。10ターン。あれ、こっちか。何がいいかな。うん、美味しそうなものはないかな。マラサダー、マラサダー。ポケモンフードだ。え、ポケモンフードなんだ。アローラ町のデザート。いきなりデザートはないよね。おっと、まずはドリンクバーみたいなね。金色だぜ、これ。なんか意味あんのかな？金色？ラッキーオムレツですよ。パニプッチパフェ。どう見てもパフェに見えんけど。まあ、まとまパスタ。うずしお寿司。じゃあ、そこの金で。はーい、ラッキーオムレツ食べたい。ちょい待ち、うちが先に目つけとったんやで。お腹しは許しませんです。観光客、何そんな嬉しそうなの。ディグだ。はい、残念、こっちは炎だぜ。炎の牙じゃ。だあ、ただ地面のせいで。よし、ただ楽勝である。ただただ、ドクドクの牙はこれいるだろう。ほら、物理攻撃だもん。相手に噛みついて攻撃する。猛毒を合わせることがある。アシッドボムはこいつにはね、合わない。物理型だから。負けちゃった。ぎょっそり。うん、自撮りしてる。お腹ペコペコ。2つ。残り9段。うん、パニプッチパフェですよ。普通に考えて後だよね、パフェは。しゃあね、パスタだ、パスタ。余ってる。いやいや。
余ってるっつってるだろうが。なんで取り合いすんだ、余ってるっつってんじゃねえかよ。取り合わなくたっていいって。あらあら、ニャス。余ってるなら戦わなくてもらえるのかなって思った。もらえなかった。よし、一度蹴り。あーん、あーんヤンキー、ヤンキー5個もあった。あーん、あ、増えてる増えてる。お寿司お寿司。普段はポケモンブリーダー、バイキングでの私は食欲に忠実な戦士なのですよ。ナンシーね、ナンシーって感じのキャラだよね、ポケモンブリーダー。微妙な片言で喋りそう。炎の牙、ガブリンチョ。私ブリーダーに戻ります。1個しか手に入らない。やっぱ多い方がいいのかな、たくさんある方がいいんだよね。公園ラーメン、ラーメンたくさん、ラーメン食べたい。やだやだ、私の弱肉強食なんだから。幼女から飯を取り上げる事案が発生。ハナナ不安定。やべえ、爆弾が来たぜ。舌で舐める、ペロペロする、ザラザラの舌。小さくなっちゃう。運ゲーを、運ゲーはやめろ。グーンと上がったぜ。どうしようこんなの。ですよね、運ゲーはやめて。あ、だった、よかった。爆発する、爆発しただよね。弱肉強食って何、どういう意味なの。応援ラーメン4つ、たくさんある。リンドサラダ食べたい。食べても食べなくても同じ1200円。ならば私は食べる方を選ぶ。ミニスカートのソクラ、ソクラテスかな、チュリネだよ。燃やされるよ、すべてを焼き尽くす。炎の牙となれ。先生の爪、燃えるがいい。熱いよ。勝っても負けても同じ値段よ。312円。嘘じゃん、今思ったけどカツアゲしてるから1200円じゃ済まねえじゃん。麻婆ビスナ、俺麻婆嫌いなんだよ。料理が山盛りだ。美味しいパニプッチェパフェ。またパフェを食べる。あ、先生じゃないですか、私食べるわ。使ってもいいから食べるの。OL、 OL の経理。あ、仕事経理してそうですね。二度蹴り、一度蹴り、あ、二度蹴れる、二度蹴り。頑丈ロックブラスト、いっちゃい、石投げてきやがる。よっちゃいっちゃい、うー、結構きつい。とどめだ。今日は軍閥2ターン使わされてしまった。ラスト、ラス1か。じゃあこう猛火状態を狙った方がいいか。 OL の経理、動いたらお腹減っちゃった。
月給ラス1うずしお寿司食った食った山盛りだまとまパスタまだ麻婆残ってる。わー麻婆豆腐だったらいいんだけどな。麻婆茄子はちょっと。じゃあ山盛りのこれをちょい待ちかぶった。看護客のヤンチヤンチディグダーかぶったな。あれこのディグダー観光客だからアローラのディグダーじゃねえ。まあ一瞬で力押しするしかねえ。いけ炎の牙よしラストフィニッシュです。負けたらげっそりやん。お腹ペコペコやん。840円、1200円だったはずが2040円取られてる。お時間です。うわーうまいうまいうまうまうまいうまい。食いすぎた。お腹いっぱい満足。1日1回サービスです。マックスアップあげちゃう。マックスアップくれんの。マックスアップとか超レアじゃん。あー食いすぎた。ちょっと走るか。食いすぎたわ。まあ回復してと。なん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 。お腹いっぱいだよ。